JF USB がですね、つかないっていうね。はい。っていうことで、で、ちょっと見たらやっぱりつかないんですよ。で、実はもう一回外して、で、ハンドルスイッチのところをね、止めてる、ハンドルスイッチを止めてるボルトのところを測ったらね、大丈夫だったから、つけたんですけど、で、一応作動点検その時はしたんですけどね。で、デジカメね、ちゃんと充電してるから、あ、大丈夫だなと思ったんですけど、アース不良。うん。で、別のところにフレームの、これを、こう止めてるね、フレームに、上からビスで止まってるんですけど、で、そこにやって、とりあえず今大丈夫なんですけど、ただ、やっぱアースを取るのに、うん。ボディアースやめて、やっぱ配線から取った方がいいなと、どっかのね、配線にこう割り込ませてね。うん、そんなことを思ったんで、やり直し。はい。一回、つけたんですけど、もう一回外してね。はい。その方がいいですね。なんとなくね、またなっちゃったら嫌だね、うん。ボディアースで、もちろん普通の配線もね、ボディアースになってると思うんですが、まあそうは言ってもね。なんですかね、塗装直接フレームにアースしてるなら問題ないですね。ただやっぱハンドルスクーターなので、どうしてもこうボディとアースしたハンドルだとベアリング返してますもんね。やっぱりちょっと良くないので、うん、直接取ると、うん、その方がいいですよね。で、また外さなきゃダメか。ね、これちょっと外して。ちょっとね。あっとっとっと、危ない。これ外して。で、ボール外した方がいいかな、やっぱり。緩めないかな。ボール緩めたら、ね。なるべく邪魔なものは、どかしてね。で、これちょっとこうどかして。で、これちょっとまとめて。で、外すね。さっき外したばっかなんで、で、今回は、しかもグリスをね、少し塗りましたから。で、あと、こう、後ろ、ここ外さないですね。前から外れちゃう。ここもさっきもここがいまいち外れづらくて、でグリスを塗ったんですけどね、あ、ここ外れてくれた。ちょっと外しちゃおうか、これ外しちゃおうか。そしたら、USB をここからね、通してるんで、はい、でちょっとこれメーター邪魔なんで外して、ね、これ外しますよね。はい、で、今アースを、前回はここに、ここで撮ったんですけど、よくなかったみたいですね。だからここね、大丈夫なんで、ここフレームなん、ハンドルなんで、撮ってるんですけど、やっぱりなんとなく不安。うん。走っててまたね、うん。何かで、つかなくなっちゃうとか、やっぱり嫌ですから、他のところから撮りますかね。はい、ヘッドライトとかのアースにかませますか。この車両の場合は、黒かな、アースは。黒っぽいな、うん。そうですね。それが直接がですね。テスターを。あれ？さっきテスター使って。ん？テスターどこだ？黒がアースかどうか一応確認しないと。ちょっと失礼して、黒はあ、全部流れるよ。だから分かんないね。オンにしなきゃダメか、ね、オンにして
ヘッドライトも全部アースで流れちゃうもん。なんでだ。何か変。ニコニ。メーター外してオンにするの嫌ですよ。これ消えちゃうね、エンジンかけないとね。つかない。そうか、メーターがついてないから何にもつかないんだ。待って、なんちゅう作りだこれ。なんか最近のオートバイみたいじゃないですかこれ。ちょっとまずいな。ちょっとこの辺引っ掛けて、で、アースだな。あれ？あれ？来ない。なんだろう。わかんねえ。まったく。わからないな。ちょっと疲れた。しゃあないな。でも向いちゃうとダメだしな。なんだろうな。アースを確認して。配線を割り込ませましょう。はい、それが良いですね。また時計リセットされちゃった。時計の合わせ方はね、もう分かりましたから、はい。そしたら黒か。黒短いな。抜きますね、一回ね。抜けないの。ね、これ黒ね、はい。で、でこの黒のこの後の黒のね、このあれをもうやめて。あ、やめなくてもいいか。配線を作りますかね。そうしましょう。コネクタあるかな。コネクタで作りましょう。ちょっときついんだよな、この辺。
ちょっとあのカーボンヘルメットいただいたんですけど、いやヘルメットさん俺かぶんねえやっつって、よかったら使ってっつっていただいて、いただいたのでね、はい、それはあのなんですけどね。で、どうすんのがいいかな。なるべくノーマルに戻せるようにやっぱりやるのがね、いいですよね。だから、まあね、これ切って貼ったでもいいと思うんですけど、いわゆるちゃんとやればね、エレクトロタップでこう割り込ませるとかじゃなくて、ここちょん切って、で新しいね、このこれなんていうの、ギボシって言わないな、なんていうの、平型、これをねつけてね、それで分岐させ、そこでもう分岐させちゃうっていうね、うん、そういう方法が一つの、いわゆる一つのね、なんですかっていうのがあるんですよ。でやっぱりなるべくこうね、ちょっと少しでもプロっぽくしたいね、プロっぽくしたいね、プロじゃないのかってね言われるとあれなんですけど、そうプロっぽくしたいんですよ。ただなかなかね、このプロっぽくっていうのが難しいんですよね。ないかな。2ピン、これ250型っていうんですっけ、なんですかね、こっち側はあるんですけど、1ピンでいいね、これの1ピンのタイプが1個あるんですよね、これね、それを割り込ませてね、2ピン、もったいないけど、2ピンあるじゃん、2ピンあるわ、じゃあ行きましょう。ペタッと、ね、ちょっとその辺ブラブラできますんでーっつって、ちょっとね、大変ご迷惑をおかけいたしております。はい、ちゃんとパパッとやってね、ね、申し訳ない。ね、書いた、はい、で、これ分岐したやつでここに入れて、それとあれを使ってね、これをあっちに入れて、でこれね、そう作るんですけど、黒配線だ、配線がないだろ、黒い配線、ちょっと太めが良いです、これか、細い配線だめ、黒太くなきゃない。でこれちょっとね、何をやろうとしようかって、分岐配線作って、そのままアースを引っ張るっていうね、できちゃえばいいんだね、できちゃえばいいんだ。でこれはこっちに持ってきて、でこのあれと、こういうところからこういうふうに配線して、こうやって出してみようかな。どうやったらおしゃれになるのかね、そんなことを考えながらね、これをこうつけて、で、あそここういうふうに、あこっちこういうふうに、でこっちから引っ張り出す。あ、それもおしゃれだな。そう、意味がないな。多分ね、シンプルにいきましょうね。いきます。ちょっとね。ちょっと余裕を持たせてね。でも こっちもね。こんな太くないじゃん。私今いろいろ立て込んでおりましていつも立て込んでるみたいですけど、別件でね、仕事は仕事ではないんですっていうか、直接のあれではないんですけど、ちょっと立て込んでおりましたね。もうね、そちらの方で頭がいっぱいで、はい、非常に問題なんですね。
仕事がさ、こっちの作業をやんなきゃいけない。だけどあっちも、あっちもというか、なんかやんなきゃいけないことがあって、ね、これね、はい、ファースト不良があっちゃいけないね。だからちょっともうちゃんとやると、ね、ちゃんとやってなかったんじゃないかとか言われると、それはそれでちょっとね辛いんですけどね。こうしてこっちって、でこれがこれ、どういうこのどうすか、よし配線かませましたね。あのアース USB のアースをね、はい、でこれを本当はここにそのまま直接入ってるんですけど、それ抜いて、でちょっとここコネクタ、まあコネクタじゃなくてもあれなんですけどね、で分岐して、でこれはこっね、アース、あ、こっちから入ってくるね。で、ヘッドライトとかはこっちから来るんですよね。で、ここ通って、で、ここから向こうに、車体の方に流れていくと、いう仕組みになりました。はい。だから、抜いて、ピンも、まあ、ピンは一回抜かなきゃダメですね。差し替えていただければね、あの、元の、配線になると。まあ、そんなに、元の配線どうしてもね、する、あれはないと思いますが、はい。まあ、とりあえずね。こんな感じでね。OK。さあ戻しましょうね。大丈夫だろうな。やったはいいけど、なんかちょっとダメじゃない。エンジンしよう。時計合わせないとね。オッケー。うん。やっぱアースはちゃんと取らないとね。あれで取るとちょっと怖いですからね。やめましょう。ね。あのボディアースでね。ハンドル周りですからね。フレームに直接じゃないんで、どうしてもこれハンドルこう切ったりすると、ベアリングの部分だけですもん、結局ね。そこで電気を流してることになっちゃうんで、ハンドル周りはね。ハンドルにアースがちゃんとつながってて、それがね、アース線がボディの方に行ってればいいですよ。いやー、ちょっとね、遠いんでね、ご迷惑を。しかもあれだ、あ、そう、ちょっとね、ステッカーをお渡しするの忘れたんですよ。いらないかもしれないけど、ステッカーをお渡しするのを忘れた。前回ね、やばい、ステッカー用意しとかなきゃ。ステッカーも残り少なくなってまいりました。まあ、ありがたいことでございます。もちろんあのうちの車だとかそういうのも貼ってるんでね、あれですけど、そう、前の軽トラにも貼ってね、それは売却しちゃったんで、ね、売却じゃない、あげちゃったんで、売却って言わないの、あげたんで。元気に走ってんの、ステッカー剥がされちゃったステッカーこれ剥がれるのか剥がせるのかなって言ってたんで、あのいろんなステッカー貼ったじゃないですか、バイクのね、
剥がせるかなっていうで、いや剥がせると思いますよ。でうちのステッカーもね、剥がせるかなって剥がせんじゃないですかなんつって。あれですけど、そしたらこれうちのやつ、うちのステッカーですっつって、そしたら、あ、いいじゃないっつって剥がされちゃうと、まあ、もちろんね、剥がしていただいてもいいんですけど、当たり前です、そう、うん、どうなってるで、新しい方にも3枚ぐらい貼ってあるでしょ、もったいないですよね。もったいないってやっぱりね、結構ねステッカーするんですよね。もっと安いとこもあるのかもしれないですけどね。だから角があるから、角がねやっぱ気になる方もいらっしゃると思うんですよ。でもね結構ね、もちろんちゃんと下処理しなきゃダメですけど、結構ね粘着力高いんですよね。全然こう剥がれる素振りないですもんね、他のとこもね。 そこのおっちゃんが言ってましたけど、ステッカー屋のね、うん、あんまりね相性よくないんですけど、人によるんでしょうねあれね、うん、そう思うんですよ。私はほら初めてだから、そう、あとほらなんていうの、そういうことですよ。よくわかんないけどね。何時？ 9 時か。9時27分。で、10の単位をやって、それから下なんですよ。で、コントラストなんですよね。で、コントラスト OK でしょ？真ん中辺ね。で、OK。はい、で、エンジン始動。なんだ？一瞬。OK。ストライクオン、ハイビーム、ロービーム、ウィンカー、いやいや、ウィンカー、いい、フォーン、ブレーキ OK、よし、OK、今日はね、こんな感じで、はい、あとね、G リンクの方がね、お見えになると思うんですが、ヘッドライトが、ロービームの方がね、ちょっとね、下向きすぎちゃってるんでね。うん、ちょっとこれはねって言って、おっしゃるんで、確かにそうです。それはまずいですよね。だから、ちょっとね、調整を、はい、やらせていただくということです。はい。ということでですね、あと、CBF190TR、今日ね、納車でございます。はい。ありがとうございます。はい、ということで、今日もちょっと、はい。ただじゃない、あと、店長武蔵エディションのを作らなきゃいけないので、ちょっとそれを、やらなきゃいけないですね。はい。こんな感じで、今日も一日頑張って終わります。はい。